どうも、ひやひとくるみです。久しぶり。あれでしょ、ハワイアンズでしょ。うん、ハロウィンパーティーでさ、新時代とか、ミックスナッツとか、あのアイドルのやつでしょ、その3曲をハロウィンパーティーでサビだけよ。あー、いいね。それいいね、めっちゃいいじゃん。やった。へえー、いいね。覚えてる、ミックスナッツ。うん。あ、もう新時代はこれからサビに入るね。うん、ね、まだやってないところだから。で、アイドルのサビをやって、この2曲か。アイドルを20分、新時代を10分。 OK、 このスペースでいきましょう。ミックスピーナッツを20分。そしたらカンタ君の時間なくなっちゃう。そうださあ、やりますか。あ、アイドル、うん、やりましょうか。ちょうど楽譜を作りましたんで。え、作ってないでしょ。よいしょ。この楽譜で。じゃあ持って帰っていいかしら。これ後でお母さんに渡します。はい。前回家で忘れちゃった、うん、ぐらいまでやったんだよね、確か。だからそれを一回復習して、そう、これ覚える時のコツは味噌ラーメンって覚えて。味噌ラーメン、味噌ラーメンです。最初味噌ラーメン、これ味噌ラーメン。そう、この味噌ラーメンいっぱい出てくるから味噌ラーメン、ほら、いっぱい出てくるでしょ。じゃあ味噌ラーメン覚えてて、そうすればね、家で弾けるはず。もう一回行こう。味噌ラーメン、お腹空いてきた。パンタの OK。 さあ、最初の味噌ラーメン、あ、麺じゃねえや、味噌ラーメン覚えてる？頭の中味噌ラーメンでしょ。最近食べたいなっていうのがある、うん、味噌ラーメン、味噌ラーメン。でも本当に味噌ラーと味噌ラーしかないけど、味噌ラーばっかりや。
たのね。素晴らしい。すごいね。覚えたね。すごい。もう覚えたからいいんじゃない？新時代行く？わかった。じゃあ。イエス。新時代だー。新時代行こう。止めないよ。この後新時代です。あと2分で終わります。あと2分で新時代です。まあでももう行っちゃっていいね。いや、じゃあやっちゃおう。じゃあ聞けるところまでヒートアグましょう。はい、行きましょう。お願いします。これの分かりました。ちょっと見てね。今から3ヶ月くらいだね。この楽譜を使って3ヶ月でできるかな。あと3ヶ月か。ってことはレッスンが12回ぐらい。12回ぐらいやれば大丈夫でしょ。できる？いや、間に合わないかもな。ここはあれだな。書こう。もうそのページなのに書こう。書いて書いて書いて。一緒に書けよ。オッケー。これで書けたのでサビの練習ができると思います。家でこれを見ながらちょっと練習をお願いいたします。左手はやんなくていいよ。右手だけ。左手もやりたい。左手もやりたい。左手もぜひ。やったやった。よし。
あ、じゃあここではピーにしとく。ピー。まあまあ。じゃあ止めとくわ。これでじゃあ終わりにしよう。はい。はい、じゃあおまけいきます。おまけいきます。あ、バイバーイ。バイバーイ。おまけー。なんかすごい飛んでる。お家から持ってきた。なんかすごい。何それ。火だよ。火？ああ、あれか。ハワイアンズの。うん、ハワイアンズで、はい、あのね、なんか火のダンスあるじゃん。はいはい、あれさ、火を本物の火を鼻につけたり足にずっとつけたりしてた。やば。マジでびっくりした。マジか。それを持ってるんだ今。神田君が。へえ、すごいの持ってんね。ほら、この人、この人。あ、ほんとだ。なんで緑の髪の毛？すごいね、そんなことするんだ。ハワイアンズが。バーンバーン！熱そうだな。そう、だから、ね、うん、本物の火だからね、うん、あのね、ここの、ここら辺に、あのね、濡れたタオル持って、こうやって、濡れたタオル持って、こうやって、ってやってる人。へえ、あ、そう。ディン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 ディだんだんこれを日橋先生にあげないの？はい、何それ？クッキーだよ。クッキー、ちょっと小さいけど。ごまごま違います。あ、違います。クッはい、どうぞ。あ、ちょっと、ちょっと、カメラ、カメラ。ピーピーピー、ありがとうございます。ピー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 味噌菌おごって。味噌菌は食べたい僕も。じゃあコンビニで売ってるらしいから買いなよ。いや、あれ今売り切れでもうどこにもないよ。だから8月に、まだ7月でしょ今。だから8月のどっかにまた出るんだって。え、じゃあハロウィンパーティーでさ、お昼ご飯出せるようにしといてさ、それを味噌菌にしとく。味噌菌にしとく。うん、あのさ、いいね、あのさ、夜中の1時にさ起きてさ、うんうん、ずっとコンビニで寝てさ、あ、味噌菌買わなきゃって思って。あれね、ほんと手に入んないらしいからね。楽しみ、ね、毎日仕事してる人だから。早くやる。はい、じゃあおまけ終わりで、終わりです。ありがとうございました。そうだね。ありがとうございました。